それじゃ始めるね。よっ。アインズ様のご命令はまずは傘下に入るかどうかの確認だよ。それで拒絶したら一定の数を減らすと言わすことでありんしたんだけど、遭遇した敵の強さを考えるとここにはデスナイトを倒した相手はいないみたいでありんす。アインズ様の推測が外れるとは珍しいでありんすね。はあ、バカだな。アインズ様がそんなミスをするわけないじゃん。私の生み出したデスナイト2体の存在が消失した。プレイヤーならデスナイト2体くらい容易に倒せる。もしかするとシャルティアを洗脳した奴らが。デスナイトは大裂け目に落下して死んだんだよ。でありんしたらやはりアインズ様のご想像は外れ。あのね、アインズ様はとっくにお気づきだったんだよ。あの時地面を調べていた私にアインズ様は黙っているようにと合図されたでしょ。あれはお話し中だったから。まさか私のため。ヨーズ、確認するが、あれがゴーレムではないんだな。はい、あれではありません。だがこの大軍勢の前に堂々と姿を見せたのはなぜだ。俺がまずは奴らと話をする。な、危険です。お前、あなた方は支配下に入りんせんのであれば数を減らし強制的に神戸を垂れさせろと命じられていんす。ま、待ってくれ。そう、膝を屈し頭を下げなんし、オス4000、メス4000、子供2000になるように殺し合いなんし、さっさとやってね。これは、もう逃げるほかないのでは。どこにだ。どこに逃げる。奴らはこちらが1万以下になるまで殺すと言っているんだぞ。選抜された英雄たちよ、お前たちこそが切り札だ。相手は多くの仲間を殺し疲れ切っているはずだ。行け、英雄たちよ。分かっている。オス4000、メス4000、子供を2000になるように選別しろ。士族を1万でも生き残れるのであれば必ず再興するチャンスも生まれるはずだ。あれほど強いんだったら最初に言ってくれ。なんで教えてくれなかったんだ。